ファンタジーステークスは日本中央競馬会が京都競馬場で執行する中央競馬の重賞競争である。競馬番組表での名称は KBS 京都賞ファンタジーステークスと表記される。競争名のファンタジーは幻想を意味する英語。また文学で無想的な物語全般を指す故障。KBS 京都は京都市に本社を置く京都放送の故障。 同社より寄贈賞の提供を受けている。聖賞は KBS 京都賞。1996年に行われた品馬競争体系の整備に伴って新設された三歳品馬による重賞競争。創設以来、京都競馬場の芝線4 0 0メートルで行われ、阪神三歳品馬ステークスの関西地区における前哨戦として定着している。2011年まで、 阪神3歳品馬ステークスの前哨戦としては唯一の品馬限定戦だったが2012年に関東地区の前哨戦としてアルテミスステークスが新設されると本競争の開催時期は一周繰り下げられた創設時から外国産馬、地方競馬所属馬が出走可能なほか2010年からは外国馬も出走可能な国際競争となった以下の内容は 2020年現在のもの。出走資格、サラ系2歳頻馬負担重量、バレー阪神ジュベナイルフィリーズのステップ競争に指定されており、地方競馬所属馬は、阪神ジュベナイルフィリーズの出走候補馬に優先出走が認められている。また、地方競馬所属馬は、本競争で2着以内の成績を収めた馬に、阪神ジュベナイルフィリーズの優先出走権が与えられる。 2020年の一着賞金は2900万円で、以下2着1200万円、3着730万円、4着440万円、5着290万円。コース種別を表記していない距離は芝コースを表す。優勝馬のバレーは2000年以前も現行表記に揃えている。R はレコードタイム。2006年アストン・マーチャン、2020年、 メイケールの勝ち時計は当時の JRA2 サイレコードであった。各界競争結果の出展、ありがとうございます。